さ、ロマサガーレスやっていきますということで、間違えたの録画ボタンを、ね、押し忘れていまして、いきなりガチャからスタートです。10連目いきます。おお、すげえ。まさかの録画ボタンを押し忘れからの無音バチバチ。下手したら今年初くらいですね、無音バチバチ。ノエル、あ、持ってないノエルじゃん。もうインフレ激しすぎてさ、あの古いスタイル出てもなんかそんなに嬉しさないっすよね。アーニャ、まだあるぞ。まだこれ4連目とかでしょ。今年初の新キャラ2体引きはさすがにないですね。いや、結局今年1回もね、新キャラ2体引きできないそうっすね。動画撮れてなかったんでね、刺さっていきますけど、ドットイ評価、オールレッド5点、アーニャ4点、ヴァンパイアレディ3点、オールレッドのイラスト4点、アーニャ3点、ヴァンパイアレディ3点って点数でつけたんですけど、結構ここ大切なんで、あのちゃんともう一回話しますけどね、あのこれずっと言ってるんですけどね、このイラストレーターとキャラクターをこう紐付けするのやめてほしいんですよね。オールレッドのイラストすごい最高なんですけど、なんか毎回この人じゃないですか。違う人が描いてるオールレッドを見たいですよね。アーニャもそうです。アーニャもなんかもう毎回この人、むしろ逆にしてって感じですね。オールレッド描いてる人にアーニャ描かせて、今回アーニャ描いてる人にオールレッド描かせるとかさ、ちょっとこうイラストレーターキャラクター回してほしいですよね。そう思いませんか皆さん。何なんだろうね、このキャラクターとイラストレーターの紐付け、ちょっと意味不明です。あれがね、やっぱ書きやすさとかあるのかもしれないですけどね。もしかしたら AI とか使ってるから、 AI の紐付けとかもあるのかもしれないですね、っていう話をしました。まあ、あとはオルレットもアーニャもね、水着であのつい最近さ、あの実装されたばっかなのにね、もう4ヶ月足らずで最新スタイル登場ということでさ、相変わらず、なんて言うんだろう、間違ったやり方してますよね。他にたくさん5万とキャラクターいるのに、なんで同じキャラにするのって思いません？皆さん。夏頃にさ、例えばこのアーニャを引いて課金した人とかさ、あの、もうバカバカしくなりません？自分はそれでね、もう本当に課金はロマサガーレスやめたんですけどね。まあ、他にも理由はありますけどね。さあ、引けたら性能を見るっていう感じなんでね、アーニャの性能見ていきます。うわ、強いっすね。スノーブロック、ダメージブロック3回だったよ。もしかしてアビリティにさ、スノーブロック使用回数復活あるんじゃないかな。あったあった。一定確率でスノーブロックの使用回数を復活ですね。しかもあの、追加の技の発動がエグいっすね。強化解除プラス5回攻撃。これエグくないっすか。いや、このアーニャはちょっと人権クラスじゃないかな、と自分には見えてしまうんですけど。自分高難度大体あの本当にあの全力オートでいつかクリアできればいいかなタイプなんで、時間もったいないんで。最新の高難度とかやることはないんですけど、ただもうパッと見なんかもう自分にあの人権クラスの性能に見えますけどね。しかも光属性、自分直近あの光属性の強キャラ全部持ってるんで、あ、セオは持ってないか。最新のセオ以外は全部引けてるんでね、光属性。いや、このアーニャはね、ちょっとエグいなって思いますね。自分だったら、あの、高難度に絶対入れたい一人になったかな。ちょっと強すぎる。属性縛りもないですし。なんか、こいつ入れるだけで、なんか自分過去にやってないあの、高難度、全部一回でクリアできる気すらするけどね。しかも、全力オートでちゃんとスノーブロックもちゃんとまず回せそうですしね。いや、こいつは強いと思うわ。こいつ入れただけで、なんか過去の全力オートでクリアできなかったクエスト一気にクリアできる気がしないでもないです。そんな感じで、マックス30連でね、何かしら新キャラ引けたら終わりルールなんで。10連でね、撤退しようと思います。どうもありがとうございました。